レジでですね、労働してくれている外国人実習生もいなくなります。都心に行けば行くほど外国人、えー、労働者が多いと思うんですけれども、こういったところも、 ね、ダメになりますただね、希望は日本は私が常々より言ってる通りですね、自然環境がめちゃくちゃ豊かです。あ比較的安全であると、歴史と伝統があるということで、日本のファンの人たちっていうのはめちゃくちゃ多いんです。これは日本の自然環境、歴史のなせる技なんですね。なので、僕はですね、そういった人たちを優遇するような政策を取ればですね、まだなんとかなる可能性はあるのかなと思います。そういったものを愛する人たちは、高所得者の人たちが多いので、例えば、 ソックを作ってそこに住んでる人たちは株式上昇益課税をですねゼロにするとか本当に定額五パー十パーとかにするとかそういった政策シンガポールとかドバイとかそれをゼロパーセントにしてるんでそういった資産家が集まるようになってますけれどもシンガポールとかドバイってやっぱ小さい国だし自然環境豊かではないし歴史と伝統もないのでそういう意味で言うと日本の方が圧倒的に強いので五パーとかねそれぐらいにするとかなりの人たちがそこに移住してくるのかなというふうに思いますあるいは相続税をゼロにするとか。 高所得者層がが来ると物価も上がりそういった人たちがいろんなところに投資、インフラであったりとか、そういったところに投資をしていきます。ホテルを開発したりとか。日本はですね、ニセコをはじめとするスノーリゾートだったりとか、そういったところの開発、沖縄だったりとかですね、こういったところの開発が今急速に進んでおります。そういったところに富裕層の人たちがあ喜ばれるような特区なんかを作るとですね、大きく変わるんじゃないかな。私が提案してるやり方っていうのはですね、本当に待ったなし。 の改革なんですねそれがあの SNS で話題になって俺も俺もって言ってみんな行こうとしてるわけですよね本当に、えー、オーストラリアはですねブルーカラーの労働者とかすごくですね景気もいいのでたくさん必要としてるんでそれは行けばいいって話なんですけれどもそうするとですね日本が産業空洞化してしまうその結果としてもしかしたらハードランディングになるかもしれないハードランディングってのは要は経済がクラッシュしてしまうってことなんですけどそれも日本だけそこで割いを食うのは頭の悪い人だったりとか経済的に困窮してる人たちが一番 打撃を受けますでも、それは無知だから、バカだからそうなってるだけであって、しょうがないっちゃしょうがないんだよね。原子力発電所再稼働に反対してる人たちも、原子力ってよくわかんない、放射能ってよくわかんないみたいなところで、なんとなく反対してるだけなんですよね。そういった人たちが、電力料金とかガスの料金上がってですね、慌てふためいてるっていう状態になったわけです。要は、無知であることの罪なんですね。一部の人たちは勉強したら理解できるかもしれないですけれども、僕は基本的には、頭のある人、いくら頑張っても 頑ったって運動ができない人がですねいくら頑張ったって運動が上手くならないと一緒で頭もそんなに良くなるわけではないので本当手のつけられない問題と言いますか少しでもこうやって僕の動画を見てですね自分がいかに無知かそういう場合はどうだろう私だったりとかですねいろんな知識人の人たちで信頼できる人を見つけてその人が言ってることを信じましょう地図とかですねなんかよくわかんない民間療法とかですねそういったものを信じるんじゃなくて信頼できる人たちをぜひ YouTube とかそういったところでもで、ね、見つけてほしいなと思いますということでいっ,てらっしゃい